皆さんどうも、子孫順とキノコを足して2で割って、それに2をかけて子孫順を引いたものです。皆さん、推しはいるでしょうか？あ、俺参っちゃうな。今回は、まあ多分、配信とか見てる人は知ってると思うんですけど、僕、小石ちゃんが大好きなんですよ。でですね、最近、そんな僕にですね、小石ちゃん大好きなキノコさんにぜひこの動画を見てほしいということで、はい。とある動画をリクエストしてくれた方がいます。はい。ありがとうございます。まあそんなこんなで今回調べていくわけなんですけどね、今回はちょっと検索してはいけないから外れちゃうのかな。多分癒し枠の動画になってしまうと思うんで、皆さんちょっと残念がある皆さんもいると思うんですが、ぜひ癒されてください。そんで僕と可愛い画像を共有しましょう。ぜひディスコードのリンクを概要欄に貼っておくので見てみてね。てなわけで今回見ていくのは小石のドキドキ大冒険という可愛いお話ですね。可愛いお話可愛いお話ですね。見ていきたいと思います。見慣れない絵柄が出てきてしまってる。僕もちょっと、動揺しているんですが。まあね、ちょっと一回深呼吸して、はい、落ち着かせて、1、2、3で目開いたら多分全く違うものが見えてると思うと思うんで、多分ちょっと最近、検疫動画とかの見すぎだと思うんですね。ちょっと、1、2、3、息吸って吐いてみたら、まあまた可愛いものが見えるでしょうということで、はい、はい、息吸って、吐いて、全く変わってない。まあね、サムネでするって、まあ動画投稿者あるあるなんで、はい。あーだこーだサムネに言ってても話は進まないんで。まあ、早速ニコニコ動画、コメイジ小石のドキドキ大冒険パート1見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。てなわけで、これコメントは表示しないで見ますかね。ね。やっぱり動画って元のまま楽しむのが一番で。さあ、見ていきましょうか。あ、ちょっと楽しみだな。ちょっとゾクッとしてきて、可愛いもの見るのすごい楽しみだなって思って、はい、今回めっちゃ楽しみにしています。あと、東宝が詳しくないとね、あんまり楽しめないみたいな、あんまり楽しめないっていうか、東宝詳しい方が楽しめるよみたいなこと言ってたので、ちょっと僕、あんまり東宝その詳しくないので、はい、まあ、教えてくれる方はコメント欄でいろいろと書き込んでくれると嬉しいです。というわけで見ていきましょう。3、2、1、レッツゴー。何かいる。え、嘘でしょ。え、嘘、え、こしちゃん、あ、CM だった。はい、見ていきたいと思います。この動画は、東宝の二次創作ものです。うぶ主の妄想が爆発しています。これ重要らしいですね。崩壊も発生。不快感を覚える人は戻りましょう。ケグ。あら、かわいいじゃない。ちょっとビビった。すいません。ちょっと音が大きすぎたので、ちょっと落として見ていきたいと思います。はい。だいたいこんな感じかな。ここまで落とせば、多分、いいでしょう。小石ちゃん、ガンギ待ってるね。今日は、どこに大丈夫かな。小石ちゃん、お散歩しに行こうかな。いやー、小石ちゃん、あれかな、寝起きがちょっと悪いだけ。ギョロっていう表現やめて。小石ちゃん多分ちょっと寝起きがちょっと悪いだけなんでね。これでね、ちょっとシャワー磨いてシャワー浴びてこう洗ってってすれば多分治るんだろうね。いつもね、優しい小石ちゃんに戻るんだろうね。10月3日。10と3で、父さん。よーし、決めた。今日は海にレッツゴー。父さんは海父さんはどうなったの何の関連性もないよ。お魚。ごちそうさま。美味しかった。ああ、小石、口に食べ物を含んだまま喋られないの。あ、悟りちゃんですね。お姉ちゃんがいるぐらいは知っています。はい。めっちゃ決まっちゃってんな。大丈夫かな？お姉ちゃん、私ね、今日海に行ってこんなに大きなお魚を捕まえることにしたの。そしてね、今日は小石がみんなの晩ご飯を作ってあげるの。あら、それは助かるわ。お隣も、何これ？あ、わかんないわ。わかんない。キャラわかんないわ。東方のキャラ。いろいろごめんね。本当にコメントで教えてほしいわ。うん。今のニコッとした笑顔は可愛いんだけどね。ふんふんふん。あ、お靴ね。ハート柄で可愛いね。やっぱ小石ちゃんは小石ちゃんだね。あ、どうしたんだろう。何かに気づいたね。小石。なんだこれは。なんだこれは。あ、そうか。帽子ね。トレードマークだもんね。小石ちゃんのね。リボンと。
ね、黄色いリボンと黒の帽子。その目なんとかしようか。まだちょっと寝起きでね、あれかな、まだね、感極まっちゃってんのかな。帽子は私のお友達。私に安らぎを与えてくれるの。その顔どうしたの？こいしちゃん。てんてんてん。はい。なんか、友達の中がムズムズする。え？なんか仕込まれてますかね？仕込まれてるんですかね？ガサゴソ。こいしちゃん。何仕込まれてたの？雲だ。ちょ、やめて、やめて、やめて、ちょっと待って。かわいい。ちょっと嫌な予感がしないんだけど、さすがにこいしちゃんに限ってそんなことしないよね。俺が想像した。俺が想像した通りになりました。あは、面白い。面白くねえよ。怖えよ。そんなの恋しちゃんじゃない。今日はとってもいいことがありそうな気分。暗くなる前に戻ってきなさいよ。はーい。いや、怖いよ、恋しちゃん。もう狂気的すぎる。一体何したら治るのだろうか。ドキドキ大冒険、パート1。ありがとうございました。皆さんにちょっと言い忘れてたんですけど、今回見ていくのもしっかり、検索してはいけない動画、小石のドキドキ大冒険となりますので、苦手な方、お食事中の方は、ちょっと控えていただくことをお勧めいたします。あ、ちなみにね、場を和ませるために言おうと思うんですが、マウスカーソル、これ、小石ちゃんです。何の和ませにもなってないっていうね。すいません、ちょっと僕マイクの音量をミスってたっぽくて、多分すごくうるさくなってたと思うんですよね。すいません、音量調節は大切な投稿者のお仕事なのに、なんてことしてくれるんでしょう。知らねえよ。はい、次見ていきたいと思います。コメージコイツのドキドキ大冒険パート2ですね。はい、これはもう全体どういう精神で見ればいいんだろう。小石ちゃんファンはどのような目で見ているのだろうか。背景、東方の二次創作作画です。自分の中の幻想郷を汚されたくない方はバックボタンで戻りましょう。敬具、幻想郷は一つじゃない。まあそうですね。まあそうですね、人によって考えるものは違うんでね。はい、小石ちゃん、前回のあらすじ。こしちゃんはお散歩が大好きなごく普通の妖怪少女。ひょんなことから今日の散歩コースを湖周辺に決めたこしちゃんは、夕食のおかずならお魚を取ってくること決意。まあ、大きなお魚釣ってくるよってことですね。まあ、はい、何分か前に遡ってください。そしたらすぐわかるんで。あらら、なんて可愛いのかしら。あんまり可愛いから私とお姉ちゃんとの恋占いをしなきゃだわ。お花か。お姉ちゃんは私のことが好き、嫌い、好き。これ嫌いなんて出たらとんでもないことになってしまうんじゃないでしょうか。嫌い、好き、プチ、嫌い、好き。え？え？何が起きた？え？何？え？何が起きた？何？え？何？え？何？え？すべてを察した。ごめんなさい、早めに察した人が、すごい不快に察してしまいましたね。うお、ちょっと待って、これ、きつ。虫のそういうのマジで無理なんだよ、俺。お姉ちゃんの相性が最高ね。花じゃなかったの？バッタさんだったのね。それにしても大きい水たまりね。それにところどころ凍っているのね。不思議だわ。いいこと思いついちゃった。その小石ちゃんのいいことはいいことじゃないんすよ。氷に穴を開けて魚釣り。あ、あれか、よくあるやつですね。僕ね、なんかネズミの魚釣りみたいな絵本で見たことありますね。めちゃくちゃ魚が釣れるっていう結末のとても温かいお話なのでおすすめしますよ。そうなると釣り竿、手づかみは無水だもの。何かいい方法はないかしら。幻想ガイド。どうやらこの近くにはコーマカンって名前の建造物があるみたいね。ここに行って釣り竿を借りましょう。困った時はラブ&ピース。人類みんな家族よね。少女移動中。確か少女祈祷中みたいな内容だったよね。本に書いてあった通り本当に真っ赤なのね。血液みたいで素敵だわ。怖っ。中はもっと赤いのかしら。血液と例えるところはもう無理。俺無理。この小石ちゃん、ちょっと怖い。
どんなに推しでも、この小石ちゃんはマジで怖い。まずは釣り竿を借りに行きましょう。ちょっとそこの娘、ストップストップ。誰だ？私はこの高魔館の門番。許可のないものを勝手に通しは通すことはできるんだよ。さあ私は名乗ったぞ。次はあんたの番だ。ふん、顔。小石ちゃんの顔。私は小石、米地小石よ。門番さん、今日はちょっと釣り竿を借りに地霊殿から来たの。地霊殿だと。そういえば前にここに住む、なんて読むんだ、地獄カラス、カラスかな、地上に制服を企んでいたそうじゃないか。そんな危険なやつの仲間が正常なわけかな。ここは適当に適当に促して帰ってもらおう。すまないが小明治さん、ここには釣り竿はないし、あーそうですかと言って、部外者を中に入れるわけにはいきません。悪いが他は当たってくれないか。大丈夫だよね。あ、すまなかったな、地底からわざわざ来てくれたのに。なんだかとっても嫌な気分だわ。まあ、確かにね。地霊殿から来たってだけで。お、あ、UFO。え、嘘、マジ？そんなベタなのに引っかかるか。騙したら UFO ってないじゃん。何やってる？何やってる？え？門、ガタンガタンして。はい。え？ちょっと何やってるんだ、門から離れろ。何やってんの？一日中外でブート突っ立ってるだけの門番と話したってしょうがないわ。中にいる人に聞けば釣り竿があるかも、もらえるかもしれない。釣り竿の一つや二つない方がおかしいわ。こいちゃん落ち着け。あなたね、そろそろいい加減にしないと。館の当主いるんでしょ？出てきなさいよ。隠れてないで顔見せなさいよ。バカ当主、私が怖いの？ご立派なのは館だけ。何、釣り竿よこせ。いい加減にしろ。どうなったのこれ。小石ちゃん、トレードマークが落ちちゃったね。あ、殴られた。ここの小石ちゃんは可愛い。最初私が言ったことを忘れたのか。ここは門で私は門番。これに懲りて、もう二度とこんなことはするんじゃないぞ。正式な許可であれば入れてあげるから。小石ちゃん、諦めようよ、今回は。殴った。何この不穏な BGM。この辺りは夜になると腹をすかした小妖怪がワンサク出てくるんだ。ブツ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 。なんか小石ちゃん言ってるよ。小石ちゃん、悪い答えはない。早急にお引き取り願おう。小石ちゃん？帽子は私のお友達。ボールは友達みたいな。でもキャプテン翼でもそんな手荒なことはしないよ。私に安らぎを与えてくれるの。キャプテン、翼くん見習おう。小石ちゃん。ねえねえ、帽子ちゃん、落ち着いて。翼はボールを殴ったからってそんなことしないよ。何をするかわかんないけど、どうしたらいいと思う？嫌な予感しかしない。俺嫌な予感しかしない。とっとと地底へ帰るんだ！さもないとまた痛い目を見ることになるぞ。いえ、痛い目を見るのはあなたの方よ。役立たずの門番さん。何が起きるっていうの？随分とでかい口を叩くじゃないか。けどあなたは弾幕勝負は強いのかもしれないけど、身体能力はからきしってところね。加えてこの至近距離だ。小石ちゃん、え、消えた？な、小石ちゃん、なんだと、一体どこに消えた？小石、どこに？え、あ、小石ちゃん、はいえ、ジャンプ最強キャラやん。え、な、何が起きてんの？そんなに鋭利なのね、小石ちゃんの爪は。はい、おしまい。小石ちゃんの爪はそんなに鋭利なのね。そうそう、言い忘れてたけど私は無意識を操れるの。私が極限まで無意識状態になった時の私の気配は無になるわ。あ、なんか言ってたね。なんか、東方、公式のなんかチャンネルとかでちょっとは学んだんだよ。小石ちゃんの無意識がなんちゃらっていうの。あなたののは私を認識できないの。気配ゼロとはそういうことよ。まったく無駄な手間かけさせないでよだよね。マジでなんかめっちゃ強いジャンプのボスみたいな感じになっちゃってんじゃん、小石ちゃん。やだよそんなの。お邪魔します、頼もう。こういうところ可愛いんだけどね。そういうとこは好きなんだけどな。メイリン、どうしてそんなところで寝てるの？ねえ、いつもみたいに一緒に遊んでよメイリン。ねえ、やだよメイリン、起きてよ。ねえ、いつも寝ててもすぐに起きてくれるじゃない。じゃ、ゲラなって、ずっと、メーリン！メーリン？さっきの門番がメーリン。さすがに違うか。お！最終鬼畜、フランドール。あなた誰かに壊されちゃったのね。
BGM とっても痛かったでしょうに、かわいそう。でも安心してメイリン、うん、あなたを壊したやつは私が必ず見つけ出して、フラン、フランちゃん跡形もないぐらい粉々にしてあげる。怖いけど面白い怖いけどめっちゃ面白い。次回が気になる。あ、応援は彼女なのかな、この曲。ここまで見てくださって、うわ面白い。まあ、今回はそこまでのグロ描写はなかったね。あ、私あなたを殺したい。でも安心して、あなたの死体は地霊殿のエントランスの横のゴミ箱に放り込んであげる。やっとやる気になったみたいね。別に安心しなくても死体になるのはあんたの方よ。もう一つちょっとね、気になるものがあったので、はい、最後1分25秒、この小石の部屋というものを見て終わりにしたいと思います。だからチラッと小石ちゃん権威系で調べた時に、出てきたので、まあ、多分これも権威系作品なんじゃないかなと思っているので、はい、皆さんで最後これを見て締めくくりたいと思います。小石の部屋。うん。かわいい！え、かわいくない？目言ってるけど。かわいい。え、かわいいんだけど。小石子、かわいい。かわいいよね。かわいい。かわいい。あ、お目目出てきたんだね。全画面で見よう。てんてんてれってててて。あ、かわいい。え、すごい！すごく可愛い。さっきの絵柄。うん。とんでもないもの見てしまったからね、さっきね。これ、ケイケじゃないでしょ、絶対。ん？嫌な予感がするね。歌が怖く感じてきた。え？なになになに？ちょっとこれ以上ネタバレになりそうだから、ちょっと隠しましょうか。はい。なに？なに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 ？ねえ、何？ねえ、何？もうやだ、もうやだ、いや、もうやだ、もうやだね、こいつちゃん関係ないじゃん、それもう、こいつちゃんじゃないよ、もう、これ、こいつちゃんかわいい。ね、これ、こいつちゃんじゃない。もう、こいつちゃんだけど怖い。